これまでの私の人生は今日手に入れる知識への序章だったのだ。そうよ、私の小鳥たち、ここは鳥かごの中よ。扉を閉めた。またそれ？たやすいわ。バレバレ。愚かすぎる。思ってたより時間がかかったな。食らわないわ。ドアを開けるわ。さらなる危険への道を開く鍵だ。うまく置いてたけど、先へ行かせてもらうわ。無駄な試みね。よし。壊すのも実験の一つだ。良いデータに感謝する。これはすごいわ。弾が切れた。あれはもうごめんだ。全然安全じゃないよ、こりゃ。これから抜け出さないと。どっそ、まずいわ。それが鍵の一つだ。押し寄せる希望に飲み込まれるんじゃないぞ。ここは任せて。やり潰してやる。無駄よ。行くわよ。これが最後。かくれんぼは隠れるだけじゃなく、ゾンビがいる方がすぐにある。そう思わない？こっちに来て。
ここまで来なかったら何の役にもならないところだった。奴らは負傷しない。足止めしかできない。殺人の喜びと解放感、他人の血が流れる時の高まる恍惚感。みんな具合はどう？死ぬかと思った。ありがとう。逃げられなくなるぜ。何か見えるかも。いつもはあまり介入しないが、実際楽しいものだな。弾が必要ね。興奮してきたな。カードキーを取れ。それでどこまで行けるか見てみよう。あれ、偽りの希望を与えるために置いただけだ。ずっとうまいよ。飛べしもべたち、飛びかかれ。我々は特別なものを育ててきた。楽しむ。二度とごめんだ。集まって、回復。たとえ希望が無限にあるとしても、お前たちには手に入らない。分かっていたが、正直に言うとここまで生き残るとは思わなかった。